Circuit Bodybuilding. Yeah.
エントリーナンバー167番、平岩道博。続いてはエントリーナンバー166番、カーマイクル・レイン。フリーポーズではね、かなり特徴、そして個性豊かなフリーポーズを見せてくれます。 OK、 続いてはエントリーナンバー168番、キム・ジョーンズ。169番、滝沢ゼトンです。
パワーハウスジムクラシックボディービルディング比較審査です。166番と169番です。フロントダブルバイセプス、フロントダブルバイセプス。リラックス。ラップスプレッド。Relax. Side chest. Relax. Back pull. Back double biceps. Okay, relax. Lap spread. Relax. Side pulls. Side drive steps. Inside. Okay, relax. Front pose, abdominal and legs. Okay, relax. And the balls muscle.行きましょう。ボディービルディングマスター。ボディービルディングマスターズ第2位、エントリーナンバー167番、平岩美智弘。ボディービルディングマスターズチャンピオン、エントリーナンバー163番、カン・フォンジュ。さあ、この後ボディービルディング、そしてメンズマジックオーバーオール審査です。さあ、本日は IMBB プロボディービルダーの小田新選手、素晴らしいゲストポーズを見せてくれました。 NPCJ のボディービルの、レベルの底上げにつながればいいと思っております。パワーハウスジムクラシック、この後ボディービルディングオープンクラスの
そうそう、そして年フジークオーバーオール審査に移りたいと思います。ボディービルディング、表彰です。それではポーズダウンいきましょう。レッツポーズダウン。さあ、ボディービルディングの表彰には最後のこのようにポーズダウンというものが入ります。そしてこの中から順位の発表が行われます。最後の皆様へのパフォーマンス、そしてね、ショーの意味も込めてボディービルディングの表彰にはポーズダウンというものがございます。それではパワーハウスキムグラシックボディービルディング第4位エントリーナンバー143番カンホンジョー。第3位エントリーナンバー169番滝沢さん。エントリーナンバー168番キム・チェンソク。2019年 IWGP 総合ショナリーグ NPCJパワーハウスキムクラシックボディービルチャンピオン、エントリーナンバー166番カーマコレイ。以上、パワーハウスジムクラシックボディービルディングでした。もう一度さあ、皆さん、ついにメンズフィジーク各カテゴリーオーバーオール審査です。各カテゴリーチャンピオン激突します。